重たい週明けの気分をサッカーでちょっと明るく、週明けイレブンの今夜は第記念すべき80回放送。本日は11月の5日火曜日、夜19時55分スタートとなりました。ちょっと10分ディレイしました。お待たせして申し訳ありません。今夜はもう特集、毎週ですけど今夜も特集がものすごいボリュームなので、オープニングトークは短めに。先週はお休みでしたが、今週からマナちゃんレギュラー復帰しますので、マナちゃんに登場してもらいましょう。マナちゃん、お、さあ、じゃあいつものレギュラーコーナーからヘッドラインニュースからですね、マナちゃんに5本読んでもらいますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは、週明けヘッドライン J リーグ日本代表編から、いきましょう。1、組長大貫監督、鹿島の尚輝選手をどつく。2、U17 ワールドカップ次の相手はメキシコだ。3、大宮が首位、柏の自動昇格に待った。4、日テレベレーザがなでしこリーグ5連覇。5、週明けファミリー、サンジャポファミリーみたいですね。週明けファミリー、浅川隼人選手が快挙。以上5本になります。その中の1本、週明けファミリー浅川隼人選手が快挙をピックアップします。週明けイレブン第68回にインタビュー出演した J3YSCC 横浜のフォワード浅川隼人選手が、11月4日に行われた J3 第29節アスルクラロ沼津戦で逆転ゴールを含めた3ゴールを挙げ、自身初のハットトリックでチームのリーグ戦最多勝利数、9勝更新、9勝を更新をチームのに大きく貢献しました。この3ゴールで今季のゴール数も13に伸ばし、得点ランキング4位に浮上。クラウドファンディングを活用し、セブ島で子どもたちを対象としたボランティアサッカー教室を開催するなど、ピッチ外での活動にも積極的な浅川選手、新しい J リーグ像を追求する姿を番組では今後も迫っていく予定です。はい、ありがとうございます。すごいですね、浅川選手。画面を開けてもらっていいですか？頑張ってほしいですね。YSCC、逆転勝ちだったんですよね、確か直近のね、リーグ戦。今、L 字画面でですね、J1 と J2、J3 の最新順位表が流れてますが、ちょっとここで、いつもとは違うですね、次、特集、実は J3 の藤枝 MyFC の森島選手のインタビュー特集っていうのはすぐここからやるので、ちょっと J2 のと J3 の順位をね、見たいなと思って、浅川選手が活躍している YSCC がね、今 J3 どれぐらいの準備かも一緒に見ようと思って、愛菜ちゃんにも一緒に見ながら見てほしいんですけど、まず、J2 からいきましょうか。首位が柏レイソルで、以下2位は横浜 FC と。で、J2 の上の方っていうのは、確か3位、4位、5位、6位はプレーオフ圏内っていうのが、今シーズンはやる、来シーズンからやる、やらない、まだやるんですか。いずれはね、どうなるんでしょうかっていうところですけど、J1 に昇格するっていう意味では、この6位までが、今、勝ち点64で水戸で、7位のファジアーノも一緒っていうね。甲府、京都サンガまで全然ありですね。残り何試合ですか、J2 って。3試合、9か。ああ、ちょっと J2 見ていいですか。手動ですいません。そういうことか。9だから。ツェーゲン金沢は全部勝つと65。ほぼ厳しいですね。じゃあもう9位のサンガまで、ね、京都サンガまでがプレーオフ圏内なんですね。で、自動昇格が柏と横浜 FC のワン、ツーが自動昇格なんで、この大宮がひたひたと来てますから、ね、横浜 FC がこのまま2位を死守できるかどうかも残りの3試合ですね。で、中位グループ10位から、そうですね、20位まで、鹿児島ユナイテッドまで、もうここは来年も J2 ですっていうのがね、ほぼ決まってるってことでしょ？で、合ってますかね。はい。ツェーゲン金沢だけがまだね、
まだまだっていうね、はい、ですけど、ほぼ12位のビファーレン長崎から20位の鹿児島ユナイテッドまで、残留を決めましたって、はい、すみません、J2 見せてください。はい、で、さあ、世の中の、J リーグのファン、主に J2 を見てる、ね、普段応援してる方が、一番今、気になるのは、下から2つっていうね、最下位22位に FC 岐阜、その1個上が栃木 SC っていうね、栃木 SC の話ね、すごいしたい話なんですけど、すみません、週明けプラスでしますね。週明けイレブンではちょっとそんな話してたんで、もうこの間土曜日私栃木 SC のホームタウンで宇都宮市に行きましてね、応援歌野崎さんと宇都宮で飲んだんで、その時の話超面白いなと思って、はい、プラスでします、はい、走ります。で、肝心なのはですね、この順位表、下から2つは自動降格ゾーンだっていうところなんですよね、まず。で、レギュレーションはそうですが、鹿児島ユナイテッドが37ということは、栃木 SC が残り、本当3試合ですか、あと2試合。じゃあ、鹿児島ユナイテッドと町田はまだ残留決まってないんですね。ただ、まあ、パッと見ると岐阜が30でユナイテッド37、ゼルビア37ですから、3連勝3連敗みたいな話なんで、もうね、自力で鹿児島や町田は残留を手にできるんじゃないかなって気がしますが、気になるのはこの下から2番目の栃木 SC が33なんで、ここはもう栃木だって最下位ね、1勝2敗だったら危ないっしょっていうね、という状況ですよねと。で、J3 見ましょう。J3、はい。J3 の順位。さあ、J3 の方はですね、当然順位の、順位の1位、2位、3位っていうこの昇格2枠、ね、自動昇格は2枠なので、今、首位、ギラマンツ北九州58、2位、藤枝54、まあ、ザスパクサツが53、ロアッソ熊本50、ここあたりですよね。あ、カタールもまあ49あたりなんで、まあ鳥取も言っちゃえばまだ46なんで、確か J3 の方がまだ試合数が多いんですよね。5試合ぐらいあると思うんですけど、確か5試合ぐらいあると思うんですけど、基本的には2チーム自動昇格。ただし、J2 のライセンスを取得できているかどうかっていうのが1個ありまして、具体的に言いますが、藤枝真由志は J3 見せてくださいね、はい、藤枝真由志はですね、 J3 ライセンスは取得していますが、 J2 のライセンスを今シーズン取得できていないので、藤枝真由志がこのまま2位で終わるとですね、イラバンス北九州だけが自動昇格で、このまま行くとって意味ですよ。だから3位のザスパ草津はダメなわけですよ。ないですよね。3位には入れ替え戦の権利ないですからね。2位になってないっていう時点でね。なので、そうすると J2 の順位表戻ってもらっていいですか。すいません。このまま藤枝が2位をキープして、もしくは1位になるでもいいんですけど、フィニッシュすると、栃木 SC が自動残留できるというレギュレーションで合ってますかね。いいですね、はい。という J2、J3 のこのこう昇降格みたいな状況を理解していただいて、はい、J3 見せてもください、すみません。で、3位のザスパ、4位のロアッソ、5位カターレ、6位ガイナーレぐらいまでは2位の県内がまだ5試合ぐらいあるんで十分だと思う。で、まあ、セレスアンダー23はもちろん昇格しませんし、ここまでだと思うんですよね。だから6位のガイナーレ鳥取まで、これが2位を死守できるかっていうね、そこですよね。で、まあ、つまり門番ですね、 J3 の門番として藤枝真由志がこのまま2位以上に入れるかどうかっていうのは注目で、しかも昨シーズン確か藤枝はかなり順位が低かった下、ね、いて、で、監督が石崎監督に今年からなり、そしてフォワードとして、J リーガーとして3シーズンぶりに、J3 の選手ですが、フォワードの森島康人選手が
藤枝に今シーズンから加入して、で開幕戦で確かゴール決めてね、で現在、確か J3 の得点ランキング1位ですし、はい、でそういう活躍する非常にリーグをこう今引っ張ってる側の藤枝真由氏に、まあ夫のサンボ長、私ちょっと注目しようかなと思って、実は9月のですね14日に、土曜日かな、朝翌日が確かアウェーの長野パルセロ戦なんですよ、日曜日が。前日練習の、午前中朝8時頃八重洲駅まで行って、藤枝真由氏の練習場に私が行って、このフォワード得点を、今ね得点を争いの首位にいる、しかもリーグ2位、その時点9月の時も2位だった藤枝真由氏の森島選手にインタビューをしに行きましたというのが、これから聞いていただくインタビューでございますので、はい、では行きましょう。まなちゃんにも一緒に聞いてもらって、多分初めて森島選手をまなちゃんは見る聞くと思うので、ぜひ聞いてもらいましょう。では VTR スタート。2019年の9月14日土曜日、はい、ここは藤枝真由 FC サッカー場練習グラウンドですけど、はい、ご紹介します。森島康人選手です。こんにちは、お久しぶりです。久しぶりです、はい、去年は、はい、栃木ウーバー、はい、関東松江で11月のチャンピオンズリーグの、そうですね、松江の1次ラウンドで最後私お会いしてお話聞いて以来、はい、やっとリアルに会えて、そうですね、僕は嬉しいです。あ、僕も本当見てるんで嬉しいです。ありがとうございます。出て、開幕から割といい感じで、スタート切れた、得点もそうですね上げれたけど、うん、ちょっと最近は研究され始めたかなぐらいのことをさせて、うん、J3 という久しぶりに J リーグというカテゴリーでプレーして、感じることなんかやっぱ J リーグってすごいなっていうのはすごい感じましたし、やっぱ開幕戦やった時のやっぱ J リーグのフラッグとか、うん、ああいうのを見たらやっぱいや緊張したし、試合前日とは緊張して寝れなかったところもあったので、自分がねそれぐらい奮い立たせてくれるっていうのは J リーグだと思うんで、まあ、J3 ってカテゴリー J1、J2、J3 って下ですけど、僕はもう地域リーグから上がってきたんで、自分はもう一回チャレンジャーとしてやろうと思って意気込んだんで、開幕戦でのあのゴールはすごく嬉しかったですね。いいスタート切れたんですね。そうですね、はい、あの開幕戦が全てだと思います、はい。この静岡県のサッカークラブに移籍してくるのは2回目ですね。ジュビロがクビになって宮崎、栃木行ってまた静岡に帰って、静岡の J クラブ以来のまた、はい、そう J クラブとしては今度は藤枝っていう土地で、そう土地柄とか何かありますか、こう、ね、静岡に近くて浜松とはまた違う、そうです ね静岡すごい住みやすくて、電車で10分で静岡まで行けるんで、うん、そうですよね。あとはもうサッカー熱がすごいっていうか、あとね電車歩いてるだけで見てますとか、うん、なんか藤枝ってやっぱサッカーの街で駅とか行ったらすごいんで、そうですね、うん、だから常に見られてるっていう感はありますし、まあ、コアなファンが多いって言われてるんですけど、うん、その人たちをねなんとか引きずり出さないといけないっていうか、もともと高校サッカーはもう本当50年100年近い歴史があるサッカーが、特にプレーする人が本当に何ですか、草サッカーも多分盛んな、そうですね、目が超えて、ある種目が超えてます。本当に本当病院の先生でも前のプレーあれやったねとかって普通に言われるんで、だし、なかなか他の町、そのいろんなクラブ、森下さん在籍してますけど、はい、ちょっとやっぱり違う、違いますね、やっぱ独特ですね、肌に感じるんですよね。けどやっぱ住みやすさは本当ナンバーワンかもしれないですね、はい。魚食ってますか？食ってます。最高っすかね？最高っすよ。最高っすよね。最高っす、最高っす、はい、私も、はい、今日ここ焼津なんですけど、焼津、はい、で私も以前魚食った時本当にまあ、ね、清水も美味しいし、焼津、はい、もすごいなと思って。静岡本当海の幸は半端ないですね、はい。じゃあ、生活とか過ごしやすいというか、そのプレーをするにはすごく、そうですね、結構落ち着いた環境はできてますね。まあ栃木の時は幼稚園決まらず、なかなかね、子供さんもね、そうそう、いろいろあったんで、今年はね、ちゃんと決まって、風があって、はい、お子さんにとってもなんかこう最高ですね、祭りもいっぱいあるし、のびのび、はい、
ですね、はい、だからサッカー選手ってそのどのチームでプレーするかカテゴリーもそうだけど、こう街で生活するっていうのも当然ワンセットに入ってますもんね。いや、間違いです。やっぱサッカーしてるよりもそれ以外の時間が多いんで選ぶ要素の中に入りますよね、うん、やっぱね。ということで室島さんはプロサッカー選手としてちゃんとこう契約をした上でプレーしてると思うんですけど、まだまだ J3 っていうのはこうチーム選手全員がそういう形ではない、うん、まあ、ね、ほとんどの J3 クラブがそうなんですけど、うん、やっぱりその J1 や J2 のようにこう練習だけに集中するっていうチームメイト全員がっていうのもではない一種、うん、J リーグであるけどどっか JFL や地域リーグとのこう、うん、共通点もあって、わかりますよ。めちゃめちゃありますよ。だからそういうところでその、チームを3月からずっとこう積み上げていくっていうのはまた J1、J2 のクラブの経験とはまた違う苦労もあればこう充実感ももちろんあると思うんですけど、はい、ちょっと J3 まだがとかっていう言える立場はどうかわかんないですけど、うんうん、そのシティでもそうですし、はい、J1 のチームもそうですけど、僕は本当紙一重だと思いますね、うん、やっぱライセンスが全てじゃないですけど、うん、本当にカテゴリーって上がれば上がるほどやっぱみんなの自信も満ちあふれてる選手います、うん、やっぱ JFL でも本田って静岡に王者いますけど、うん、はい、僕らも天皇杯で負けちゃって、うん、やっぱすごくいいサッカーしますし、あ、そうですね、今年のね、はい、天皇杯の静岡予選そうですね、はい、だから本当にすごいなって、紙一重っていうか本当紙一つだからもうね、うん、基準が満たしてるか満たしてないだけだと思いますし、うんうんうん、ある種 JFL と J3 というまあ、大きな意味では大きいボリュームゾーンとして ね選手の質もそんな大きな差があるわけじゃないですよね。間違いです、間違いです。油断すると負けますもんね、はい、しもう全然そうですよ。そうですよね、本当に。で当然藤枝にも働きながらサッカー続けてるっていう選手もいますしね、はい、まあ、JFL 側にもそういうクラブありますよね、はい、プロ契約の何人かいるけどとか、うん、だからすごく割と共通というか似てる環境、ね、置かれてる状況とかは相手に似てて、だから僕は JFL ちょっと経験したことがなくて、あ、そうでしたね、はい、そうですね、ちょっとわかんないですけど、藤枝マヨシーに来た、あの加入しようと思ったのはやっぱり石崎監督という方が直接もうあれですかね、はい、やっぱ熱量が来てほしいっていう熱量がですよね。まあ今やからぶっちゃけ言いますけど、シティが残ってくれっていうよりも藤枝が来てくれっていう熱量がやっぱ大きかったっていうのは、うん、選手としてですよね。僕はあの第一は、求めるとこ僕は熱量なんで、やっぱシティに救ってもらったし、シティに、成長させてもらったんですけど、残ってくれっていうよりも来てくれっていうのが大きかったんで、僕はチャレンジ最初断ったんですけどね、うん、断ったというか嫁にももうちょっと行ける自信ないわって言って、あ、そうですか、うん、なるほど。やっぱシティ残ってやっぱ上がれなかったんで、うん、ちょっとそっちのやり残したかも、あ、そっちの方が最初大きかったです ね。だから藤枝の話も聞いて、シティの話を聞いてから決めようって時にやっぱ一発でやっぱ歴代の差があったんで、僕はやっぱそうやったら藤枝毎日に行きたいと、うん、でせっかく一さんいるし、一、うん、さんでも成長させてもらったんで、まあ一番理解してもらってるのは一さんだと思って、九州リーグ時代以来だと思うんですけど、す、ね、はい、あの指導者選手としての、はい、まあ2年ぐらいですか、1年ぶり、はい、じゃ あ、 1年、そうですね、全然あのお久しぶりな感じもなくすぐあれですかね。そうですね、はい、もう監督に求められることはこうだってことはもうすぐ、そうす、いやでも本当宮崎の時はまた全然違う部分もあります、また違いますか、はい、けどやっぱ基本的なハードワークとかはですし、やっぱ一番本当理解してくれてるっていうのが一番大きいんで、そうですよね、はい、やっぱり知ってくれてるっていうのはやっぱ僕も信頼してますし、うん、僕は信頼応えないといけないっていうのがあるんで、うん、っていうのはあったんで、だからすごいワクワクのが、だから11月30日はもう行くって決めたんで、うんうん、ワクワクしかなかったですけどね、はい、であんだけさなんか、ね、ニュースになったりとかするのとかも、そうですね、はい、すごく嬉しかったですし、近年はこう J リーグでプレーする選手が JFL や地域リーグでまた元気すぎてプレーするという事例がものすごいこの何年 4,5 年で増えましたけど、はい、そこからまた J リーグに戻るっていうパターンでは森島さんは割とレアケースなんで、かなり の、 あの目立つニュースになったかなと思うんで、つまり
森島さんって今すごく貴重な、いろんな日本のサッカーのいろんな土地やカテゴリーや指導者やチームといろんなものを今実はリアルタイムで感じてる最中なんで、みんな能力ある選手とか結構いますし、ボンズとかもほぼプロだと思いますし、そうですね、カントリーリーグのね、引きを取らない、J3 と引きを取らないクラブが 2,3 個ありますからね、関東にもね、まあ、いわきとかもそうですし、ね、だからやっぱ本当にレギュレーションの問題でもありますし、そうですね、まあ、今日も逆に俺らもうかうか、ね、J2 ライセンス取らないって、もうより上を目指さないと逆に食われちゃうよっていう感じになると思うので、その今年の頭、うん、ぜひ藤枝に来てほしいという熱量に、はい、惹かれて来てみて、まあ、3月から開幕してこの今9月の中旬で入り癖の成績も ね、いい感じで同率で1位で勝って失点差でいいですよ ですよね。でもし藤枝の FC に J3、J2 のライセンスがスパーンと売れれば、これは一気に昇格っていう、もうゾーンですけど、多分そこのライセンスの部分では、うん、J2 のライセンスの部分ではまだクラブの、はい、そのもっともっとピッチではないところのいろんなまだ努力が必要なんで、うん、そうですね、そういうとか、あ、まあ、チームメイト同士でも何かありますか、その2位になっても1位になっても昇格がないのかっていうのも、この今までそういう経験もないと思うので、そうですね、だからな、ね、まだチームに話があった時に、まあ、ライセンス取れませんっていうのは正式に社長から言われて、うんうん、選手のミーティングがある前の4月か5月ぐらいに1回1位になった時は、うんうんうん、いけるんじゃねえかっていうって思いますもんね、プレッシャーでガタンと落ちちゃって、はい、あ、なるほど、でもやっぱそういう話があった時に、まあ、そういうプレッシャーがなくなって、逆に今すごくドンと構えられてるっていうか、でもやっぱ去年このチーム最下位が2番目のチーム で、うんうん、そうでしたね、やっぱみんな今見たことない絵を見てて、まあ、僕も小学ね、J で2回、宮崎で1回ありますけど、うんうん、やっぱ小学するのってすごくプレッシャーが伴うものなん で、ね、今の2位っていうのは居心地がいいっていうわけじゃないんですけど、うん、何が起きてんだろうっていう感じの方が大きいかもしれないですね。だからこの2019年の9月、現在進行形でこの藤枝真由志の選手やクラブ全体は、うん、新しいこう、ね、扉を開ける 毎日毎週がそういう、そうですね、おやおやおやみたいな、そうそうそう、うん、だから11月終わる時にはどうなってんだろうみたいな、ちょっと上の景色が見えてきたみたいな感じ ですよね。やっぱ自分たち、彼たちも若い選手めっちゃいますけど、 彼たちもやっぱ新しい可能性が広がるっていうか、うん、そうですよね、だからやっぱ、だからみんな上手くなってますし、上手くなりたいと思ってる、だからそのハングリーさはやっぱ、まあ本当去年のシティよりもあるんじゃないかなっていうぐらい、選手よりもやっぱ、もしくは どうやって上行きますとか、そうですよね、だからクラブとしてのライセンス、 J2 ライセンスの取得ができないとしても、うん、そのこのチームで今シーズン自分たち、うん、自分がいいプレーをして、当然他チームのスカウティングをする、まあ、個人昇格みたいな形でも若い選手にとってはやっぱりそれはいいですよね。だからあの決してクラブが J2 昇格できないのかっていう一方でモチベーションが下がるっていうことは起きていないという、起きてないですね。まあ、でも J3 っていうリーグの中に J2 ライセンスのない状態で戦ってるクラブがまあ結構な数いるんで、結局同じリーグにいるっていう意味ではそういうメンタリティー同じ状況で戦う選手たち多いですから、やっぱり人に見られてる、上のカテゴリーの人間から見られてるっていうのは当然のようにモチベーションになってね、それがこの今シーズンのリーグ戦のこの今この勝ち点と成績にいい感じでこうつながってるっていうのはね、そうですね、まあ、それがねもし来年J2ライセンス取れて、うん、プレッシャーとかあって、だって他の熊本、群馬とか北九州とか上がれるんで、うん、そうですね、やっぱそこはね、そこと戦いながらやってるんで、僕たちはでも優勝っていうことを目指してやってるんで、やっぱ来年もやっぱこのスタンスでやれば、まあ、それ以上のことでやらないとダメだと思いますけど、来年のことは分かんないですけど、あと3ヶ月も切ってって感じですね。やはり、まあ、クラブがそういう環境を整えるには、まずこう街の人がしっかり、見てくれているというか、それだけ努力頑張ってるんだから、そうですね、はい、ね、街側ももっともバックアップしようっていう機運が、必要な、そうですね、今フェーズなのでね、僕は、まあ、まず結果残して、そうですよね、もうどんどん
じゃあ去年今年より来年より再来年ってどんどん観客数増やさないといけないサッカーをしていって、ね、気づいたら J1 にいる J2 にいるとかっていうなればやっぱ今って昇格したチームって勢いを乗って、ね、上に行けるっていうのがありますし J2 でも優勝したら J1 でも行けるとか、うん、やっぱいろんなことを勢いを持って上のカテゴリー行くために僕らはまだホップステップジャンプってジャンプするためのまだ準備段階だと思うんでっていう感じですね。そうですね、はい、11月の最終節終わって、はい、最終的なものがいろいろ決まったらまたゆっくりちょっと、はいね、今度は、はい、あの室内でというか、ね、そうですね、また行きます、はい、お願いしたいなと思いますけど、はい、あの最後に1個いつもこう週明けイレブンを森島選手はよく見ていただいてるという、はいはい、はガチで見ていただいてるんですか。はい、見てますどうですかあの番組。いやだからあの どんなところがこう喋ってて、はい、その横もあの順位表とかパパパパやってるじゃないですか、はいはい、あとは、うん、チェアマンも出たしすごいなと思いますし、なかなか JFL とか9つの地域リーグをこう、うん、俯瞰で見るって、あの一人で全部調べるの大変だと思ったんで、うん、ああやってこういろんな、うんものが見れたがいいかなと思ってやってるんですけど、こう素晴らしいです、ね、かつて地域リーグでプレーしてたからこそ、はい、なんか週明けイレブンで出てるこうチーム名とか、はい、あ今そうなってんだ、ああなってんだみたいな感じですか。はい、そうですね。やっぱ僕はなんていうの、去年地域リーグでやっぱ情報量がないんで、うん、週明けイレブンさんのテレビとか見てたらやっぱ相当ありがたいっていうか、あえて土地、まあ、去年はウーバーでしたけど追ってくれたりとか、やっぱ嬉しいですけどね。まあ、おくりさんも出てて。でも、もし移籍した後の自分がかつてプレーしてたようなリーグやクラブのこととかをチェックするには。今ここだから伊勢志摩、うおすごいなとか。そう、今夜刈谷と伊勢志摩直接対決で。前者で伊勢志摩とやって、宮崎の時に伊勢路勝ったりとかしてましたけど。まあ、どこの前者でも、地域リーグでも、うん、去年は僕たちは 全勝っていうか負けなしでリーグ優勝して何かを成し遂げた感はやっぱ正直あったんで、僕もこれは高校行ったからカントリーグ行ったから余裕でいけるわっていう感じの甘えもやっぱありましたし、宮崎の時なんて本当まだまだ本当勢いでやっていくって感じの方が多かったんで、まあ、レギュレーションもすごく僕たちあの時鹿児島ラウンドで九州だったんで相当恵まれてたし、あの時多分ボンズも栃木ラウンドで多分関東やったと思うんで、あとはどこだ大阪も多分アミっていうか今起こしやす京都も確か淡路島やったんですね、確か結構覚えてますよね。そうですね、すごいですね、はい、でリンバンがどこやったっけな、あ女川コバルト俺らのとこがグループ C D え ABC かなんかコバルト俺が2位ででしたよね。森島さんかなり記憶力というかその印象に残るとこを忘れないでいるっていうのは、はい、結構まあよくでも自分の昔とかビデオとか見なかったですけど振り返るようにしたりとか、でもちゃんとその記憶と情報のインプットをしといてこう、はい、普段でもこうスッとこうその記憶の引き出しを開けて、はい、あの時どういう気持ちだったかなとかっていうのができる習慣があるんですね。そうですよ、やっぱ一個一個やっぱ抜いてできないっていうか思い入れがやっぱ強いからですね。多分人一番やっぱ、うんですね、まあ森島さんのサッカー人生がそもそもこう思いの強さでずっとこう来てるからそれがまんまですね。だから今も本当に慢心しないように、そうですね、昔の J リーガーみたいな感じにならないようにっていうのはすごく毎日心がけてますけどね。車乗って行く時もちゃんと気合入れてやろうとか、やはりどんどん成熟、大人になっていくってことですね。で、近くに大久保嘉人いるんで。ああ、そうですか。だからやっぱ、あ、そうですね、そうですね。僕、見本やっぱ30代でやっぱ、そうですね、得点王になったっていうのは、僕は本当すごいなと思うんで、そうですね、本当すごいですよ。いっぱい喋って、普段はいつも変な話ばっかりしますけど、結構やっぱサッカーの話するようなしたくて、っていうのは会いに行ったりとかもできる環境なんで、僕にとってはすごく今は、本当財産残せるっていうか、吸収できる1年じゃないかなと思いますけど。最近やっぱ30代後半になっても、うん、全然ピッチで立てるっていう選手が増えてきたので、はい、森島さんもまだ、まあ、40とか、そうですね、全然ね、はい、バリバリ本当できるようにしたいですね、ポジションを下げずにね、はい、前でやれるっていう、もしかしたらボランチやってるかもしれないですね
センターバックとかね、まあでもそういう先輩や以前のチームメイトにも目標やこう道しるべになってくれてる人がたくさんいるのがこの J リーグの25年、30年のあれなんで、はい、地域リーグの人もな、俺みたいなやつでも、森島が今 J3 で得点をなってるのっていう選手もいると思うんで、地域リーグの人たちでも現在やってるんで、やっぱ来てほしいですし、やっぱできるよって言いたいし、考えて頑張りたいなと思います。はい、はい、すみません、今日は本当わざわざ出動が出発間際の新しい全然全然です、本当にわざわざ本当ありがとうございます。また会いたいと思います。はい、ありがとうございます。ぜひ、はい、もっと活躍して次は、ね、もっと大きい企画でお願いします。もちろん、はい、はい、お願いします。ありがとうございました。森島選手でした。以上ぜひ J3 の得点王になってね、でかい企画で主役イレブンとして呼びたいと思いますが、さあ、まなちゃん聞いてたと思うんですけど、森島選手って初めて多分まなちゃんね見たと思うんですけど、感想いかがですか？そうですね、静岡でクビになって静岡で J リーガーに復帰で、とても爽やかで、ちょろっと放送中に聞いてヘディングが強い選手ということで、私も実際に本当に会ってみたいなって参考に思いました。じゃあぜひね、応援していきましょう、これからね、藤枝山 FC とね、森島選手ぜひ頑張ってください。インタビュー中にも言っていただいたんですけど、いいですか喋って、はい、毎週見ていただいてるらしいので、この放送も見てると思いますので、はい、まなちゃん、あとまなちゃん消えた、ぜひ、J リーグにね、J クラブに復帰してね、まあ栃木シティのことも気にしてましたしね、テゲバジャーロのねことももちろん気にして、ずっとこのいろんなカテゴリー、いろんな経験をしている選手のね、生き様というかね、貴重な話はもっともっとたくさん聞きたいなと思いましたので、で、実は事前に少しだけ予告してたんですが、しなければ80回目にしてですね、初のプレゼント企画というのが今夜ありまして、森島選手が先ほど の藤枝山 FC の練習場でインタビューして終わった後、もう翌日のね、パルセロ戦のアウェイのバス出発みたいな、もう準備のさなかですね、ちょっと待ってくださいと私をね呼び止めてね、ぜひ番組を見てる人に、プレゼントをしたいと森島選手が自ら私に言っていただいて、森島選手が普段試合とか練習で、履いてるスパイクをいただきまして、こちらが実物でございます。そしてそこにサインをこう写せばいいですか、はい、森島選手の直筆のサインも入れていただいて、これをですね、ぜひ週明けイレブンを見ている視聴者の人にプレゼントをしてあげてくださいと言って私が預かってまいりました。9月の14日に預かって1ヶ月半経ってようやく今夜これが発表できると思うと、私も今胸をなで下ろしておりますっていうね。当然事前にこの数日前に私から森島選手にも連絡してね、今夜発表しますのでって言ってね、わかりましたって連絡来ましたけど、ぜひ、そしてですね、このプレゼント企画の、発表というか募集方法はですね、エンディングにお話ししますので、ここではまずは、丸島選手から、実際に彼が履いていたスパイク、かなりまだいけますよ、はい、もちろん飾っていただくのもいいですしね、ちょっと足入れてみたらいかがですかぐらいの感じなんで、これのプレゼントをいただきましたという、私からのご報告と丸島さんへのお礼を兼ねて、はい、以上、森島選手のインタビューの特集終わりです。さあ変則的な放送してますが、 R リーグ5本のニュースいきます。じゃあ、まなちゃんに喋ってもらいますよ。大丈夫ですか？はい、ではお願いします。
週明けヘッドライン R リーグ編です。1、今週末、CCL スタート。2、関東リーグ参入戦、東京勢のチームがベスト4。3、JFL 今治、来週にも C3 条件クリア。4、JFL 武蔵野の観客動員第1弾に、3828人。5、北信越参入戦、3位終わって大混戦に、以上の5本です。ピックアップは一番上の今週末 CCL スタートになります。参謀長よろしくお願いします。はい、以上5本でございます。さあ、今週の R リーグ編の5本は以上ですが、まあ、JFL のチームの話題が多いんでね、JFL の今順位表ちょうど出てますが、今治さんが勝ち点43で、次節で4位以上を確定するというね、はい、状況なんですね。いよいよ見えてきましたね。そうすると、これも JFL の自動降格が本来だったら下から2つの15、16が自動降格が本来のレギュレーションですけど、J3 に参入クラブが1チーム出ると、自動降格が1枠と、ね、なるので、あと入れ替え戦があったのかなって、今ちょっと最新のレギュレーション今私思い出してないんですけど、昔はね入れ替え戦みたいなこともあったんでね。で、これが2チームが J3 参入を果たすとですね、16位のチームも残留できるというですね、いわゆる週明けイレブン的な用語で言うと玉突きというのがですねありまして、はい。で、まあ、それが4番目の JFL のね武蔵野ニュースでね、こちらはまあ観客動員があと、1万5000人はホーム必要だ、3試合で1万5000人だなんていうキャンペーンをちょうど始めた1試合目がホンダロック戦だったっていうね、居酒屋むさりく、まあこれ先週の R ニュースでも言ったと思うんですけど、まあこの3番目4番目がそこら辺の話ですね。まあ2番目は関東リーグにね、参入する大会が、私が実は栃木にこの一昨日土曜日曜日のね、一昨日と先ほどと2日間行ってたのも、このちょうど栃木のサッカー場で参入戦がスタートしてみましたというのがね、はい。さあ、ではですね、普段ここだとピックアップニュースっていうのをやるんですけど、今週はこの1本目の今週末地域リーグスタートというのがまさに特集なので、すぐ特集いきます。 R リーグ編以上終わり。さあ、特集いきましょう。ドン、画像を出してもらっていいですか。さあ、11月の今週末ですね、11月の8の金曜から始まる、地域チャンピオンズリーグ2019の1次ラウンド、まあ予選ラウンドという言い方ありますし、1次ラウンドが3つの会場で、石川、秋田、高知会場というね、その今組み合わせ表を見ていただきますが、これがいよいよ11月の8からスタートです。8、9、10、まずは1次ラウンドは3日間連続の金土日の試合がいよいよ始まりますよというね、まあ特集でございます。地域、チャンピオンズリーグ1次ラウンド直前展望ということで、で、詳しくやりましょう。3つのグループ、グループ A からちょっとどんな、ね、チームのプロフィールかを見ましょう。はい、こちらが石川県でやりますグループ A4 チーム、FC 刈谷さん、福井ユナイテッド FC、 FC 徳島、沖縄 S ファウト、まあ一応詳細データというかね、リーグ戦の各地域リーグの勝敗ね、とあと結果、まあ大体がリーグチャンピオンとして出てきているのがね3チームで、 FC 徳島は四国のリーグの2位でしたが、このエンブレムの下に書いてありますね、輪番枠っていうね、これはあの前者の前者大会、10月に行われた鹿児島で行われた前者の、レギュレーションで、決まった輪番枠による止血出場というね、まあ、この話は、リンマーバーの話は今夜はやりません。ぜひ、週明け特番なり、週明けイレブンの全社特集のところを見ていただきたいんですが、徳島だけは、まあ、2位として出てきますが、他3つは全てリーグチャンピオンでね、激戦となりました、このグループ A。はい、
でですね、まあ、展望ですから、まあ、大体、まあ、これ私展望でね、大人参謀長展望で言いますからね、もう福井ユナイテッドはもうかれこれ何年ですか、7年8年ぐらいかけて、もう地域チャンピオンズリーグはほぼ出てるが、まあ、敗退してまた北信越リーグをやり直しだっていうのがね、もう6、7シーズン続いてるんですよね。でもう毎年言ってますよね、今年こそっていうね、その思いがもう強いクラブだと思いますし、この石川県っていうのはね、北信越エリアですから、いわゆるホーム開催枠として福井ユナイテッドがまず石川にいるっていうね。でもう一つがやはりもう福井、旧サウルコス福井ね、現在福井ユナイテッドですが、もうサウルコスと常に一緒に雌雄、を決してしのぎを削り合ってきたのが東の子の東海リーグの FC 刈谷ですから、もうこの刈谷と福井っつったら名勝負数え歌と、もう何年の時はああだったとかね、もう数々ありますね、はい、この2チームがもう主役っていうね、もう地域 CL といえば刈谷と福井っていう感じの2チームですね。そしてそこに、割り込むというかね、この2チームを、のけて、ね、打ち破って決勝ラウンドに行きたいと思ってるのがこの九州リーグのチャンピオン沖縄スパウ、オーナー兼監督兼選手でもある、高原選手がね、作り上げてきたクラブがね、いよいよこのチャンピオンズリーグね、出てきますよっていうね、九州リーグ王者として、そしてまあ徳島さん、この激戦区にね、地域リーグ2位、四国リーグ2位として来ますと、はい、まあどこも強いんで、予想はできません、はい、ただ今展望というかね、全体の構図を喋っておりますというね、はい、さて、今夜はですね、事前にですね、番組のディレクターがですね、週明けイレブンのディレクターが各クラブにね、この12チームに事前にですね連絡をさせていただいてまして、何かチームからこの今夜の放送でチームの方からアピールしたいことがあれば、もうメールでも写真でも動画でもぜひくださいとこちらからお呼びかけをさせていただいて、ちょっとこっち私に開けていただいていいですか、まなちゃんと私に、はい、呼びかけしていただいて、昨日今日までで、6クラブですかね、12クラブのうち6クラブの方から、ぜひっつってこう PR 動画を送っていただいたので、今からこのグループ A の石川に入った4チームの中から、2チームですね、2チームのチームの方から、動画をいただいたので、まず1チーム目が徳島の選手の動画ですか、じゃあ FC 徳島の、PR 動画というか宣伝なのか意気込みなのか分かりませんが、私も今日初めて聞きますが、一緒に今野ちゃんにも聞いてもらいましょうということで、ぜひどうぞ。 FC 徳島のキャプテンの高知ファンです。今回チーム史上初の地域チャンピオンズリーグに臨むことになりますが、僕たちは出るためだけに1年間頑張ってきたんではないので、必ず勝って昇格してみんなで笑えるように頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。という、まずはお一人目、はい、頑張ってほしいですね。ちょうど私鹿児島の前者の、準々決勝ですか、起こしやす京都戦が月曜日の試合だったんですよね、FC徳島がね、まあ、そこ徳島は京都に負けてしまったんですけど、そのまあ臨番枠で出場となって、ちょうどその試合後に、FC 徳島の監督にも試合後にインタビューさせて、私がさせていただいて、その時にもね、臨番枠ではあるけども、この JFL 昇格するために今シーズン本当にいいチームを作ってきて戦ってきたんだということをおっしゃってたので、はい、堂々と臨番枠で、この1次ラウンドを、ね、勝ち抜けてほしいなと思っております。さあ、それでは2チーム目 FC 刈谷さんからいただいてるんですね。じゃあ動画見ましょう、お願いします。FC 刈谷の佐藤裕樹です。まず、1次ラウンド
勝って絶対に決勝ラウンドに進めるように頑張ります。サポーターの皆さんも一緒に戦ってください。よろしくお願いします。という、佐藤選手、何度か主役イレブンのお便りコーナーでもあの応援ツアーとかのね、あの動画でも佐藤選手の紹介したし、確か前者特集の時にもね、あの試合後のインタビューで出ていただいた方なんですが、刈谷さんね、ぜひ福島へと、はい、もういい加減いいだろう東海リーグはっていうね本当にさっき僕も言いましたけどさ、4中の時にね、もう福井と刈谷はもういつまでいるんだっていうね状況だと思うんで、もう当事者の皆さんがみんなが思ってることだと思うんだね。ぜひ福島へと、はい、まあとにかく厳しいグループですね。 A グループ、もう本当に主役イレブンとしてもですね、石川ラウンドに、取材スタッフ行きますから、3日間の戦いを6試合ですかね、1日2試合かける3日ですか、6試合を全て密着して、来週の月曜日の11日には結果が出てますから、放送で、石川ラウンドの3試合の模様はお伝えしたいと思います。続けてですね、刈谷のクラブの方から PR の告知画面があるので見ましょう。これです、ドン。地域チャンピオンズリーグ関連情報、これを FC 刈谷さんが今クラウドファンディングをやっておりますというね、要するに募集中ですよというね、PR タイムですからね、もう主役イレブンとしては全面的に宣伝しますよ。これは、書いてある通りです。これから石川行って、その後福島が待ってますからね。石川福井と両方の大会の連戦が続くためね、先週のコンディションにそのいいコンディションで備えるためにっていうね、多額の出費が必要となりますって、まあまあ、はい、これはあのクラブの方から作っていただいた文章なのでそのまま言ってますが、金が欲しいっていうね、もう切実な、ぜひまだね、このクラウドファンディングやってることをご存じない方はぜひまだ間に合う、間に合いますね。金曜から大会始まりますからね、木曜金曜土曜までね、ぜひぜひ、支えたいと思う方はぜひこちら、検索してすぐ出てくると思うので、はい、この画像で情報を聞いた方はぜひアクセスしてください。ということで、以上が大体 A グループの、今夜我々が展望と言っているところのね、話でございました。さあ B グループいきましょう。ドン。秋田県の二カホ会場という、以上の4チーム、ボンズ市原関東リーグ優勝ですね。ティアモン枚方、全社優勝しました。10月全社枠で出場します。関西リーグの2位で終わりましたが、全社で4位以上というかね、僕もティアモンは優勝したんでね、しかもかなり力強い試合を繰り広げて優勝したんで、今や本命中の本命かというぐらいのサッカー関係者の中ではかなりティアモの評価が今高まっておりますってぐらいね、いうティアモ枚方。そして、いわき FC、 こちらも東北リーグ1部をぶっちぎりで優勝して、はい、前者も3位ですね、ベスト4、3位になってね、なんて言ったって得失点差プラス100っていうね、何ですかこれはっていうね数字ですね。まあいよいよ満を持して、去年はね東北2部だったのでチケットが出れませんでしたが、いよいよっていうね、もうここら辺 あのいわき FC とかティアモン枚方に関してはもう10月の鹿児島大会の特集を皆さん見ていただければですね、もうたっぷり試合映像もそうですが、試合後のコメント、インタビューたくさんこの2チームについては放送しておりますのでぜひ見てください。4チーム目、北海道の王者ですね、北海道十勝スカイアース、こちらももう無敗12勝ね、2分けで、はい、前者にも出ておりましたが1回戦で負けてしまったんですが、確か横浜たけるに負けたんじゃなかったかな、前者でね。ただまあ5日間、最終日まで、水曜日まで鹿児島皆さんチームの方全員残ってまして、2日目3日目4日目5日目決勝まででずっと試合会場で見てましたよ。私のすぐそばに十勝スカイアースの選手たちやチームの人たち結構座って見てたので、もう虎視眈々とこのねティアモやいわきのことを研究したかと思いますし、はい、
まあ秋田も激戦区ですよね、どう考えても、はい、もう予想しろっていうのが無理なので、はい、まあ私はあの普段あの関東リーグをねよく取材したり、あのこの間関東リーグの特番もね作って、もう2019年の関東リーグの特番は5本ぐらいの特番番組作ってるんでね、ボンズ市原は本当によくよく見てるチームですが、あのまあもちろん強いなと思いますが、まあこの枚方といわきとか十勝とかっていうところに入ると、あのどうなのっていうね、はい、もうこの鹿児島が帰ってきたこの3週間の中でもいろんなサッカー関係者と話しますが、やっぱりグループ B の話題になるとみんなそれぞれここじゃないあそこじゃないっつってね結構ばらけてるんでね、読めませんねっていうことで、は私に開けていただいて B グループの PR タイム行きましょうか。どこ、先にボンズ、あここは4チームのうちボンズだけですね、他にもあのもちろんあの岩城さんとかもねいろいろあったんですけど、ちょっとあの今日今夜の放送に間に合わなかったみたいな感じなんでね、あのクラブ側がねあの発表することをね先走って私たちが火曜日の夜に先に出すのもなんだなと思って、ちょっと、はい、遠慮気味に、しようということで、この4チームの中で、ご連絡いただいてこのアピールをしたいっていうのはボンズ市原さんから来ました。動画が2本あります。選手が2人出てきますので、まずは1人目からいきましょうか。短めの動画ですがお願いします。ボンズ市原88番ミッドフィルダーの野田孝也です。僕たちボンズ市原は来週から始まる地域チャンピオンズリーグに出場し、JFL 昇格のために日々努力しています。日頃応援してくださる人のためにも全員が全身全霊をかけて挑むので、引き続きあと1ヶ月弱なんですけど応援よろしくお願いします。以上、野田選手、背番号88番、頑張っていただきたい。続けていきましょうか。お二人目、元 J リーガーですね、次は。はい、もうみんなが知ってる人だと思います。二人目いきましょう、どうぞ。ボンズイチハラ。ボンズイチハラ、背番号14番、山岸悟です。僕たちボンズイチハラは、第一ラウンド突破に向けて、日々いいトレーニングができているので、いい結果出せるようにしっかり頑張って、チームとして、結果を出せるように頑張っていきたいと思いますので、ぜひ応援していただけたら嬉しいです。JFL 昇格に向けて頑張るのでぜひ応援してください。よろしくお願いします。いいですね、ボンズ市原頑張ってほしいな。あの、まあ、山口選手も皆さんご存知と思いますが、ね、日本代表でもありましたし、まあ、ジェフ千葉でもね本当に中心選手でやってましたし、今年のボンズリーグ優勝ぶっちぎりで優勝しましたし、フォワードに池田浩太選手とレナチーニョ、元フロンターレのレナチーニョがいて、その2トップの下にね中盤で青木選手が、まあ、ゲームを作りコントロールしているというね、まあ、そういう中心中の中心選手ですからね、ぜひ、まあ、相手強敵ばっかりなんでね、ティアもいわき、トカチカっていう感じだね、本当に、もう基本的にはグループ1位抜けしかできないですから、タフな戦いが3日間続きますから頑張ってほしい。さあ、A グループの刈谷さんと同じように、ボンズさんからも告知画面があるそうなんで、見ましょう。ドン。さあ、同じです。クラウドファンディング募集中、台風で遠征費が不足していますと、ね、秋田に行かなきゃいけないんですと、その後福島行くんですと、ボンズ市原の JFL 昇格に力を貸してくださいっていうね、これもう原文まま読んでますよ。我々が勝手に文言作ってる話じゃないですかね、まあ、原文まま読みました。ボンズ市原 FC の JFL 昇格の最後の戦いと。はい、まあ、特にこの9月ですか、台風ね、まあ、8月もあったんですよね、もう本当に市原市大変なことになっちゃって、私ももうあの私は東京なんでね、割とすぐ近くのね千葉行くこともあるんですけど、もう本当に市原市大変、まだ今日現在でもまだまだ
完全に復旧してないですから、だからね、あの練習場とかね、本当電源が落ちちゃってね、なかなか環境的には厳しい中をね、今やって、まあ、あのぜひポンズイチャーラのクラウドファンディング、よし、応援しよう、支えてみようという方は、ぜひこの、キャンプファイヤー、ね、クラファンサイトって書いてありますから、ぜひ、ググって見てくださいということで、以上、終わり。はい、さあ、C グループ、最後のグループ、コーチラウンド、あ、先ほどの、すみません、1個あの B グループ、この画像はこのままでいいんですけど、B、秋田会場で、大事なこと言うの忘れてました。取材に当然行きます。塩木礼文、私、夫の参謀長が行くことが決まりました。あの振り分け、いろいろあのスタッフで調整した結果、参謀長は秋田ですと。はい、つまり石川も行きます。秋田にも行きます。そして先に言いましょう。このコーチラウンド。先週まではですね、ちょっとコーチには行けないかもしれないって、私番組でも言ってたと思うんですが、昨日決まりました。1名コーチラウンドに取材に行くことが決まりましたので、はい、誰が行くかちょっとこの生放送中に名前が控えますが、今スタッフが多分動揺していると思いますけど、はい、昨日決まったんで私が今初めて言ってるんですけど、コーチラウンドに行きますということで、つまり週明け11、3つのグループすべて、666の18試合すべてレポートしますということが昨日決まりましたんで、はい、ぜひそうだね、修学旅行もクラウドファンディングしたいですよね。遠征費が足りませんって僕らも言いたいぐらいですけどね、はい、冗談ですよ、はい、それは冗談です、はい、ちゃんと自腹で行きますから、はい、あの、はい、すみません、じゃあ、はい、話しておりました、高知会場行きます、はい、この3つ、SRC 広島、中国リーグの王者、ここはね、中国リーグ最終節で大逆転優勝っていうね、ものすごいドラマがあってね、三菱水島と SRC 広島、どっちが優勝するんだっていうのはね、前者が終わった後に決まりました、リーグ優勝、出てきます。さあ、そして、おこしやす京都、ね、10月の前者でもね、決勝まで進み、枚方に 1-0 で負けたのかな、確かね。残念ながら前者は準優勝でしたが、もともと関西リーグを優勝と、そして枚方が関西リーグ2位だったと、つまりリーグ戦の借りを、まあ、ティアモはね、前者で返したことでしたが、まあ、これはもうどっちの、ね、ティアモと京都はもう本当に今シーズンの関西を引っ張っていって、前者でも、ね、主役でしたから、まあ、有力候補ですかね、高知会場のもう、ね、一番手っていうぐらいね、最有力候補を起こしやすかなと思いますが。さあ、そして地元枠、四国リーグ優勝しました、ね、ブッチです。14連勝、得失点差プラス88、もうすごいですね、ブッチってやつですね、高知ユナイテッド、地元です、高知会場ね、もうまさにホームの利を生かしまくってほしいっていうぐらいの高知ユナイテッド、ぜひ首位突破ね、かけて戦ってほしいなと思います。そして、東北リーグの2位でしたが、輪番枠というですね、さっきのあれですね、輪番枠で出てくるのは徳島さんと同じね、輪番枠の一番手でブランデュー弘前が、前者には出てなかったんですが、前者のベスト4のこの勝ち残り状況に従って輪番枠がもういきなり空いたので、ブランデュー弘前東北リーグとして2位のチームで出てきますと、昨年もブランデュー弘前はチャンピオンズリーグ出場しましたからね、北海道函館ラウンドに確か行ったんだと思うんですけど、去年の悔しさはね、去年1次ラウンドでね、北海道の1次ラウンドで敗退してしまったので、ぜひ今年こそって思ってると思います。さあ、この4チーム、まあ予想はできません、はい、予想はできませんが、PR が3チームから来てるんですね。ここはちょっと V や私に開けてもらっていいですか。 SRC 広島と、順番いきましょうか。まず SRC 広島さんからですか。さあ、ぜひ生の声を皆さんお聞きください。 SRC 広島さんからの PR 動画どうぞ。全国地域チャンピオンズリーグに出場します SRC 広島のキャプテン相原剛です。大会への意気込みは、シーズン始めからまあ、全国を意識して、練習等々取り組んできましたので、
それが発揮できるようにチーム一丸となりまして頑張っていきたいと思います。お願いします。はい、初めてですね、週明けイレブンに SRC 広島の選手が出たのはね、はい、ぜひあのコーチ、我々取材スタッフ行きますので、その時またお話聞かせてください。2巡目行きましょう。地元コーチですか、コーチからはなんと2名の方が、まず行きましょう。1人目、松本選手、おなじみですね、主役レブンにかつて出ていただいた、お願いします。うん、こんにちは、コーチユナイテッド FC 背番号4番松本翔です。今週の金曜日から、地域チャンピオンズリーグが始まります。僕たちはコーチラウンドとして、ホームで戦えることになりました。ブランジー弘前のサポーターの皆さん、SRC の皆さん、おこしやす京都の皆さん、コーチで熱い戦いができることを、僕たち選手、チーム、スタッフ、そして街の方々もみんなで、楽しみにしています。どのラウンドよりも熱い戦いをして、コーチから、全国に向けていい、サッカーとしての力を、発揮できたらなと思います。ぜひ11月8日から10日までの期間、春の球技場へお越しください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。松本選手、素晴らしいですね。もう PR というかね、こうコーチをアピールするっていうのはね、もう100点満点のあれですよ、喋りでしたねっていうね。ぜひ盛り上げて、ね、コーチのサッカーも盛り上げてほしいですしね、地域リーグの中で一番盛り上がったラウンドになってほしいなと今の動画を見て私も思いました。さあ、コーチユナイテッドからもう一人の横竹選手からですか。じゃあ行きましょう。 PR どうぞ。コーチユナイテッド SC のキャプテン横竹翼です。11月8、9、10に、チケットの1次ラウンドがコーチで開かれます。僕たちの目標としている JFL 昇格のかかった試合です。全国から、強豪のチームも来ます。ぜひ皆さん見に来てください。そして県外の方も試合を見に来るのと、あと高知県の良さを感じにぜひ来てください。よろしくお願いします。はい、音を今出せませんでした。お二人の高知ユナイテッドの選手からビデオメッセージいただきました。ありがとうございました。高知の方もね、期待してます。福島で会いたいです。私ちょっと高知ラウンド行けないんで、ぜひ福島で、ね、J ビレッジでお会いできればなと思います。最後3チーム目いきましょう。ブランデュー弘前さんからお一人お願いします。ブランデュー弘前さんからどうぞ。ブランデュー弘前、背番号6番の浜中大です。地域 CL では、チーム1が集まって、トリハードワークして、JFL 昇格できるように、チーム1が集まって頑張りますので、応援よろしくお願いします。はいはい、ありがとうございます。さあ、このコーチラウンドね、は3チームの方からそれぞれいただきました。あと何かありましたっけ。私いいですよね、これでね、終わりで。告知画面ないですもんね。はい、クラウドファンディングはやっておりません。はい、この4チームの方はクラウドファンディングのやはやっておりませんというか、呼びかけはありません。さあ、まとめましょう。地域チャンピオンズリーグの2試合日程、それぞれ11月の8からスタートで、キックオフ時間がね、午前の10時45分が1試合目、午後1時半が2試合目という感じで、このようなたすき掛け、の組み合わせで、パッと見、私パッと見ね、私はまあ秋田に行くんでね、初日からボンズと枚方、午前中からもうね、頭クラクラしますね、私これ見るだけで。もう午前中からものすごいテンションだなみたいなね。で、なんといっても石川見てください。石川の初日の1試合目がもうほら、もうあれですよ、両横綱もうちぎりチャンピオンズリーグを知り尽くしてる2チーム、狩り当たり福井がいきなりもう1試合目からですよね。すごいですね。
そうパッと見てコーチはコーチラウンドはあのホームのコーチは2試合目なんですね。1試合目弘前とやって、午前中の試合が SRC 広島対横シャスと、何気にあのコーチラウンドを見ると最終日の最後のゲーム午後の試合が京都対高知っていうね、うん、あの持ってきましたねっていうね、ここは最終節までも最後の午後の試合までもつれるでしょうね。あとまあどっちしろ秋田のこう3日目の午後の枚方対いわきっていうのももうここもあれですね、分からんぞみたいな感じですよね。3日目の午後の試合もねすごいですね。まあもうなんか俺今素人みたいなことやってますけどどれ見てもすごいですねみたいな、だから予想しろっての無理ですよやっぱみたいな。まああとは特徴としては1位突破、これまあマストですけどね、2位になった、この3グループの2位になったチームは2位のチームが3チームと誕生するわけですけど、その2位の中の最上位の1チームだけが福島行きの切符が取れるということで、このワイルドカードってよく言いますけどね、ワールドカードはとにかく得失点差も込みなんでね、勝ち点差1の差でね同じ2位なんだけどっていうのもあるんでね、これはそのどのグループもまあ首位じゃなくても最終日にどうしたら2位でワイルドカード取れるのかというのがもうものすごいこの計算とかが大変なんでね、もう土曜日終わった後の夜が一番大変ですよね。どの条件だとどうなんだというね、そういうの頭に入れた上で最終日の11月の10日のね各ラウンドを見ていかないとなというのは、はい、まあ、このような日程になるので、あの現地に行く方はぜひ、それぞれ、楽しんできてください。私も秋田行きますし、あの石川に行く取材スタッフもいるし、高知に行く取材スタッフもいるんでね、この18試合、さっきも言いました18試合を、来週の放送でなるべく多くやり、はい、どうせ全部はできませんから積み残した分はその次の週に、とにかくこの18試合は全て主役11分で、こっちに東京戻ってきてから放送したいと思いますということで、じゃあこの画面終わり、はい、あともう画像はないですかね、はい、じゃあ特集がいい時間になってきました。さあここまでマナちゃんにずっと地域チャンピオンズリーグ初めてここまで詳しく見ていて、マナちゃんに短めでいいんで感想というか何か感じたことや楽しみなことあったら聞こうかなと思うんで、何かマナちゃんありますか。はい、スタッフの皆さん、スタッフの皆さん、頑張ってください。私は東京でした。東京で生まれです。さっそく、各チームの、サポーターの皆さんも、サポーターの皆さんも、頑張ってください。頑張ってください。です。以上です。はい。大丈夫ですか？はい。非常に教科書通りのコメントでしたね。頑張ってくださいっていうね。うん、私は東京にいますけどねみたいなね、あの福島には行きたいですね、まーちゃんはね、福島はね、福島近いですから、はい、あ、いいですか。じゃあ以上で、今夜の特集多分今まーちゃんが音声がやっぱりマイクが変だったっていうことで、何言ってるかわからんっていう今チャットで書き込み、まーちゃんの声がっていうね、もうねみんなそっちに反応したからね、今夜、マナちゃんの喉の調子というか、多分また通信環境、ネット環境の悪さから声がなんだかよく分かんなかったと思うんでね、はい、それでも生放送続けますよ。さあお便りコーナー僕が読んだ方がいいかな、この流れはね、はい、ではちょっと待ってください、はい、マナちゃんの声が宇宙人で何言ってるか分からないというリアクションが来ましたんで、この反省は技術班が1週間後かけてやると思いますが、お便りをやります。お便りコーナー、はい、じゃ急遽私が読むということになったので今原稿を探しますので少々お待ちください。お便りコーナー投稿メール、あったここだ、3通ですか今夜、はい、では、この、まあ、いつも募集ね、こちらメール待ってますが、ちょっと省略していた、これ5つ目、どうなったんですか、まさこさん、はい。
じゃあ雅子さんからのメール1通目読みます。週明けイレブンの皆様こんばんは。いつも放送楽しみにしてます。ホンダ FC サポーターの雅子です。さてこの写真はですね、この間の1週間前のおとといか土曜日行われたホンダロック戦ね、東京武蔵野対ホンダロック戦の、試合に行ってまいりましたと。まあサポーター的な呼びかけで言うとロック総統がね、主催する居酒屋むさりくっていうのをね、同時にこの開催したということでね、雅子さんは居酒屋むさりくに行ってきましたというメールになってますからね。はい、これは武蔵野シティがね、東京武蔵野シティの J3 参入のための大動員を仕掛けた、ね、動員をね5000人を目標につってね、3800人でしたっていうあれでしたけど、タダ券をばらまき少年チームも大招待したんですが、やはり観客数が多いというのはいいですねと、雅子さんは3800人見る人がいてよかったと書いております。無料招待でありましたが、通常より2000人以上多い、まあ、いつも1000人台だったんでね、3800人というのはそう簡単なことではありませんと。で、育成アカデミーにね、すごく強さ、ストロングポイントを持っている、かつて横川武蔵野というクラブ名でしたが、育成に強い横川武蔵野の伝統、そして三鷹市というね、三鷹駅、三鷹という一等地の、東京の市民の底力を感じましたと。はい、まあ、居酒屋むさりくは、居酒屋むさりくについてはですね、まあ、ゴールラのね、応援文化の話ですから。はい、動画あるんですか。じゃあちょっとメール最後まで読みますよ。チームの確認を超えてサッカーを楽しもうという人たちで大盛況でした。特に心の疲れた大人たちにとってオアシスのような楽しさでしたと。はい、ムサリックのこの雰囲気は、あのね、東京武蔵野がもしも J3 に参入したとしても、ね、このムサリックのこの雰囲気は J3 になっても続きますようにという締めでございましたということで、雅子さんから動画があるんですか。じゃあ見ましょう。はい、どうぞ。以上です。じゃあメール終わり、2通目いきましょう。お二人目、すいません、特に居酒屋のサイクに触れません。はい、そういう話で全部プラスでしますからね。はい、じゃあ2通目はこれは和美さんですかね。はい、読みます。どこだ、あった。はい、週明けスタッフの皆さんこんばんは、お疲れ様ですと。大人参謀長栃木来訪お疲れ様でした。はい、この間の土日の話ですね。さて、参謀長が栃木県矢板市に行かれていた11月の3日の日曜日ですが、この宇都宮のね、栃木県のグリーンスタジアムでは J2 の第39節栃木 SC 対アルビレックス新潟戦がありました。最近ね、栃木 SC 勝ててないんですけど、最近勝てないだ、 J3 降格だとか殺伐たる空気のグリスタなんですが、この日は戦いの前に世界一幸せなスタジアムとなりましたと。この写真ですね。ではスタジアムの結婚式のそのあれですか、セレモニーみたいなあれですよね。グリスタウェディングという企画があったそうです、この日、新潟戦で。で、このお二人がですね、新郎新婦、高校生の時にすでに知り合って、このグリスタのゴールラで、高校生の時にゴールラで知り合った2人がグリスタで、初めて結婚式を執り行いましたと。待ってください、ちょっと待ってくださいね。2人が長年ゴールラから育んだ愛長年ゴールラから育んだ愛っていう表現がすごいですね。ゴールラの誰もが知っていると、この2人をね。で、誰もが知ってて、あの2人のね、このカップルをね、ゴールラのみんなが可愛がっていたんだと。で、なので喜びもこの上なくね、この日グリスタにいた6800人が2人の婚姻の承認、この2人の婚姻を承認することになったと。はい、いざ、以上、いろいろ長く書いてありますが、以下省略させていただいて、はい、おめでとうございます。この2人ね、高校時代から付き合ってね、よくぞ途中で別れることなく、多分1回か2回は別れてもう1回よりを戻した気もするんですが、
この日ね、アルビレックス新潟戦でね、殺伐としてるらしいですから、最近のグリスタは。よかったんじゃないですか、こういうちょっと明るいニュースがあった方が。はい、以上、写真終わりでいいですか。では3通目最後です、本日最後。もう最近毎週やっておりますこのね、 J ビレッジの福島の 食事前 PR メールをアウタールさんからいただいてて、これ今週でも何通目なんだろうってぐらい毎週やってますが、さあ、読みます、アウタールさんのメール。本日はいわき市四倉町の国道6号線沿いにあるお食事処カズの紹介と、これ左の写真ですかね、お刺身の写真がある方ですね、左側。こちらは太平洋で獲れたね、まさにね、海の幸、新鮮なお魚をリーズナブルに提供しているお店ですと、ぜひ皆さん食べていただきたいのは海鮮丼ですと、はい、もううまいに決まってるだろうこれはというのはもう見ただけで分かります。私も J ビレッジチャンピオンズリーグ行くんでね、アウタールさんに連れてってほしいぐらいですね、私がね、はい、中日があるんで J ビレッジでは、こう水金日と、ね、1日おきなんでね、中日の時にちょっと美味しいもの連れてってほしいなと思ってるんで参考になります。この丼は普通盛りと大盛りとメガ盛りとギガ盛りがあるというね、4種類、うん、大食い選手権に出るぐらいの人はギガ盛りどうぞと、はい、よほどの人じゃないとギガ盛りは食べれませんって書いてあります。はい、さあ、次2個目のお店はですね、いわき市平里ヶ丘という、うん、ところにあります、焼きかつ太郎さんと、はい、焼きかつ屋さん、ここのお店はいわき FC の選手も食べに来ている場所だそうですと、値段もリーズナブル、ボリューム満点、焼きかつですからね、カツを揚げるんじゃなくてカツを焼いてるって意味ですかね。なおかつヘルシーなメニューで、ラインナップ、ヘルシーメニューがたくさんラインナップされている、ね、定食屋さんだそうですと、まあ、いわき FC のね選手がね、こう練習、普段のね、あの FC パークでの練習の時はね、プロテインとかいろいろ飲んでると思うんですけど、さらにここでカツは食べるっていうね、さすがもうパワー満点なんですね、いわき FC の選手もね。この写真は、お魚系の定食なんですか。あ、この写真はジャンボ焼きカツ定食ですと、これはこの写真はジャンボ焼きカツでも、選手たちはお魚を使った定食をよく食べに来ているようですということで、はい、ご飯とキャベツのおかわりは無料だそうです、このお店。素晴らしいですね。はい、大食いにはもうちょうどいい、この2つのお店の情報は、大食いの人はぜひ行ってくださいということで。はい、J ビリッジからはちょっと距離ありますが、よかったら寄ってみてくださいということで、長々と続いたこのアウタールさんからの毎週の、食事前紹介メール、最後までお付き合いいただきありがとうございました。皆様 J ビリッジで会いましょうというメールで締めております。以上でいいですか。はい、終わり。さあ、すべて終わりましたね。じゃあマナちゃんがちょっともう喉の調子がいかがなものかなの。あ、OK だ。マナちゃんいた、エンディング最後締めます。来週の予告は11月の11日、我々、1次ラウンドから日曜日終わったら。その足で帰ってきた、おそらく月曜日に帰ってくるって感じだと思うんですけど、そのままの状態で夜の生放送、地域1チャンピオンズリーグ1次ラウンドレポートをやりたいと思いますと。さあ、そして、番組今夜の特集の1本目の森島選手のスパイクプレゼント、まなちゃんから発表 してもらおう予定だったんですが、私が代わりに今夜は言います。まず条件がありまして、番組プレゼントの、条件その1は、この今 YouTube チャンネル、週明けイレブン見ていただいてるこのチャンネル、ビターチャンネルというチャンネルのチャンネル登録をしている方に限る、これが条件1でございます。つまり Google アカウントを作っていただいて、まずですね、まあ、Gmail アドレスを作っていただければ Google アカウントは自動的に作れると思いますが、そしてその Google アカウントでこのビターチャンネルのね、チャンネル登録っていうボタンが多分このページだとこっちの方にあるんですかね、こっちかなありますよね、この画面の下に多分あると思うんですから、チャンネル登録をプシッとするとですね、この番組スタッフの方に、この人がチャンネル登録してくれましたと通知が来るので、それ条件1と。そして次は募集、このスパイク、森島選手のサイン入りスパイク欲しいですっていうメールを、
週明けイレブンのこの投稿メールと同じ、週明けイレブン @gmail.com、 さっきのあのお便りコーナーの時に出てたメールアドレスまでメールをください。その時にチャンネル登録してるお名前でね、あの本名じゃなくていいです。このチャンネル登録してる、例えば青タオルさんだったら青タオルですと、森島選手のスパイク欲しいってメールで送ってください。ツイッターの DM じゃ受け付けられません。はい。チャンネル登録をして、そのチャンネル登録した名前で書いてもらわないと、最初の条件1のチェックができないので、ぜひそれをお願いしますよと。そして、3つ目のは、これは別に今夜で締め切る話じゃなくてですね、11月の25日の月曜日までなので、あと来週入れて3回放送があるので、毎週この告知、プレゼント告知をしますので、今日知った方がはもう今日から早速メールいただいても構いませんが、来週になって初めて番組見る人もいるかと思うので、月末の11月の25日が主役イレブンの11月の 最終放送日なので、その日の夜までが募集締め切りですということで、はい、あとマナちゃんの代わりに、言いますが、マナちゃんからはですね、そのメールに、ね、番組の感想なり、あとマナちゃんに今後やってほしいこととかいろいろリクエストあったら書いてもらった方が、実はですね、当選を1名様発表する、誰かにこの人にしようって言うんですが、それを決めるのは私ではなくてね、マナちゃんが決めることになっておりますので、ぜひマナちゃんへのメッセージ、応援メッセージでも質問でもね、マナちゃんにやってほしいことでもいいので、それをメールに書いてきたは多分当選確率がぐっと上がるんじゃないかと、はい、ということで、はい、以上、とりあえずは今日は現物を、このスパイクを今日私が持参したので、私が喋りで説明しましたが、詳しいことはですね、来週以降もずっとこの募集のスパイクプレゼントは画像で作ると思うので、私の喋りじゃ分かりにくかったかなということは、はい、ご勘弁いただいて、はい、とにかく、まあ、締め切りは11月25日までなので、大事なことは Google アカウントを作っている、ビターチャンネルの主役イレブンのチャンネル登録をしてくださいということがすごく重要なことですということで、以上、最後、プレゼント募集のお話終わり、さあ来週もやりますよということで、今夜の放送は約1時間半になりましたが、はい、企画とてんこ盛りだったので、ちょっとチャットを今夜は一つも触れることもできませんでしたが、皆さんそれぞれ、地域リーグで、ね、ここが楽しみだとかいろいろ書いていただいて、後でまあ、プラスでも少し喋ろうかなと思うので、とりあえず週明けイレブン今夜第80回放送はここまで、また来週お楽しみにということで、さようなら、おやすみなさい。